ホークスの先発はモイネロでした。その立ち上がりです。フォアボールでランナーを許しますが、ワンアウト一塁から外崎をセンターフライに打ち取りました。中村剛也はインコースのボール空振り三振、0点に抑えます。一方ライオンズの先発はボー高橋です。その立ち上がりです。シュートをショートゴロ、岩宮はライトフライに、そして柳田レフトフライ、こちらも三者凡退に抑える上々の立ち上がりということになりました。しかしホークスは2回にそのボー高橋からワンアウトランナーなしから近藤がセンターオーバーのスリーベースヒット、チャンスメイクします。そして続く中村晃、これうまいバッティングでしたね。そうですね、彼らしい本当にバックホンドのね、うまいバッティングでしたよね。はい、ホークス中村晃のタイムリーで先制します。その後2アウトバントとなってシュートがカーブをライトへ2点タイムリー、ホークス今回3点を先制しました。バッティング好調ですね。いいですね、状態は。さあそして3回のモイネロのピッチングです。ワンアウト1塁からこの金子の打球、ピッチャーゴロ、ダブルプレーに打ち取りました。結果的に3人で抑えます。すると3回の裏、ワンアウトランナーなしから山川、5球目のスライダーをレフトへ10号ソロホームラン、ホークス4点目が入ります。まあ、軽打というかね、はい、まあ、技ありというホームランでしたね。そうでしたね。そして4回です。モイネロがピッチを迎えます。2アウト満塁、しかしここは戸川をライトフライに打ち取りましてピッチをしのぎました。5回です。ホークスは2アウトランナーなしから近藤、6球目まっすぐライトへ5号ソロホームラン、ホークス5点目が入りました。ちょっと詰まった感じにも見えたんですが、はい、まあ本当に押し込んだっていうかですね、はい、うまく打ちましたよね。7回です。ワンアウトランナーなしから古賀が3球目まっすぐを左中間へ2号ソロホームラン、ライオンズが1点を返しました。5対1。その後佐藤龍生はフォアボール、長谷川はチェンジアップで空振り三振、そして金子はまっすぐ三振に打ち取りまして、モイネロ7回126球4安打8打三振、フォアボール4つ1失点という内容でした。7回です。3番手マメダがマウンドに上がってきました。2アウト1塁から栗原ライトへのタイムリー、そして山川も一塁からチョークホームに帰ってきたんですがタッチアウトになりました。6対1のホークスがリードを広げます。8回です。ホークスの2番手藤井、2アウト2塁3塁というピンチ、ここで平沼がライトへのタイムリー、ライオンズ2点目、これで6対2、点差は4点となります。ホークスは9回3番手ヘルナンデスがマウンドに上がりました。2アウトランナーなしから金子を空振り三振で打ち取りまして、ゲームセット、これで6対2、ホークスがライオンズを下して、これでホークス今シーズン。放送席、放送席、それではヒーローインタビューです。今日は投打のヒーローに来ていただきました。まずは素晴らしいタイムリーヒットがありました周東右京選手です。素晴らしいバッティングでした。ありがとうございます。2回ですね、あの中村選手の先制タイムリーがあった後でした。満塁で回ってきました。どんな思いだったんですか。打ちたいなと、はい、思ってました。あのカーブだったと思います、はい、うまく打ちましたね。本当にタイミングがあっていいところに落ちてくれたなと、はい、思います。あのどうですか、イニング間に栗原選手と笑顔でハイタッチしてました。それだけ嬉しい一打だったんですか。いや、栗原がすごい笑顔だったので、はい、笑顔を返しただけです。はい、ただ修道さん、あの今日はあのタイムリー以外にも際どいコースを選んでのフォアボール、さらにあの盗塁もありまして、盗塁はパリーグトップ快走の14個目になりました。まあ本当に、なんでしょうね、なんて言えばいいんだろうな、まあはい、走れるだけ走ろうかなと思いますし、まあ、ここまでいい感じで来れてるなと思います。そしてあの修道さん、今日はあのピンクフルデーで、あの普段とはちょっとあの
雰囲気も違ってたと思いますが、プレーしてどうだったですか。まあ、本当にいつもと違う雰囲気の中できて、はい、嬉しいです。最高の勝利を届けることができましたね。まあ、本当に、まあ、いろんな人がいろんな思いで やってると思いますし、選手もいろんな思いでこうプレーしている中で今日勝てたのはすごい良かったなと思います。今日勝ちましてカードの頭を取って貯金は今シーズン最多の15になりました。チームの雰囲気含めていかがでしょう。まあ、すごいいいと思いますし、まあ、ピッチャーもすごい頑張ってくれますし、まあ、それで野手もいい流れで来れているので非常に雰囲気はいいと思います。今ピッチャーもいいという話もありましたが、今日のモイネロ投手は周東さんの目にはどういうふうに映ってました。まあ、いつもすごいいいピッチングしている中でなかなか勝ちがつけられないので、まあ、今日ちょっと球数多いなと思いながら見てたんですけど、まあ、本当に勝ててよかったなと思います。さあ、それではたくさんのファンの皆さんに最後に一言お願いしていいですか。明日朝早いのでみんなすぐ帰りましょう。ありがとうございました。素晴らしい気遣いありがとうございました。さあ、それでは続きまして今シーズンの2勝目を挙げましたモイネロ投手です。ナイスピッチング、ありがとうございます。前回の登板からは1軍では約2週間ぶり、ただ今日はカードの頭を託されました。どういった思いで今日はマウンドに上がったんですか。creo que lleva mucho tiempo sin lanzar aquí en el PPO, ¿no? Fui a dar lo mejor de mí, creo que se logró el objetivo que era ganar. 最後にこのみずほペイペイドームで投げてからしばらく経ってるんですけど、しっかりファンの皆さんの前で勝ち星がつけれるように投げました。今日は途中満塁のピンチもありまして、ただ7回1失点にまとめました。投げていて自身の感覚としてはどうだったですか。bien agradecer al manager y al pitching coach, ¿no? que confiaron conmigo, me dejaron lanzar el séptimo inning y pude sacar el inning a pesar de que me hicieron una carrera, ¿no? すごいいい感じでしたし、まずは監督、ピッチングコーチに自分を信頼してこの7回投げさせてくれたことに感謝をしたいですし、うまくまとまれてよかったです。ただ今日は今シーズン最多の126球を投げました。どうでしたか。feliz, feliz porque estoy en un proceso, ¿no? de cambio de reloj, y creo que lo estoy haciendo muy bien。そう、今中継ぎから先発になる自分のそのプロセスの中でこの126球と多くの球数を投げれてすごく嬉しいです。今中継ぎから先発へという話がありましたが、今シーズンの2勝目ですが、防御率は1点台の中盤です。そのあたりはいかがですか。muy contento, muy contento de mi segunda victoria, ¿no? creo queGracias también a los fanáticos que vienen aquí a apoyarme a mí, al equipo. Creo que esta victoria también es de ellos, ¿no? もちろん2勝目も嬉しいですし、防御率が低いのも嬉しいんですが、まだそのファンの皆さんの前で勝てたということが一番嬉しいですし、本当にいつも感謝しています。その勝利を届けることができた。では最後にファンの皆さんに日本語でメッセージをお願いできるということなので、どうぞモイネロ投手お願いいたします。早いね。みんな様大好きです。ありがとうございました。モイネロ投手でした。放送席どうぞ。今日のヒーローは、打のヒーローは決勝打となりました周東選手、そして投げる方のヒーローはモイネロ投手ということになりましたね。はい、もう日本語も発音なんかもすごく上手ですね。そうですね、うまかったですね。もう福岡に来て来日して8年ということになりますからね。まあ、これまでずっと2017年の最初のシーズンから、去年まで中継ぎでずっと登板してきてて、で今年先発に転向ということで、でもすごくスムーズになんかこう先発にも馴染んでませんか。そうですね、まあもともと球種も多いですし、まあやっぱりこの登板間隔をしっかり空けてる首脳陣のことも、ね、やっぱプランをかけを
やってると思うんですよね、なかなかスムーズにいってるのかなっていうところはありますよね。そうなんですね。これ球数もだんだんちょっとこう増えてきてはいるんですけれども、これから先もうちょっとこう長いイニングだとか、あるいはまあ完封